キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシスジャパンとラブクリエーションという2つの創造論団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしています今日は、えー、動物学の中の秘書生物これは創造の第5日に作られた動物ですけれどもその中の 昆虫の16回目今日はトンボの技術を中心にお話しさせていただきたいと思います皆さんはあのトンボを捕まえることはあったとしてもあまりクローズアップで見ることっていうのは少ないんではないかと思いますね。 この写真をご覧くださいこの写真は糸トンボの写真ですけれどもこの写真は非常に拡大されているので細かい部分までよく見えると思います皆さんはどこに目が行くでしょうか私はこの糸トンボの足を見るときにですね毛が長いなっていうふうに思うんですね皆さんはどう思いますかまた羽のところにも 実は特徴がありますなぜこのような羽の付き方をしているのでしょうかそのようなことを考えながらトンボが持っている素晴らしい技術について見ていきたいと思います進化論を信じている人たちはトンボは原始的だって言うんですねなぜトンボは原始的だって言うんでしょうか進化論を信じている人たちはこのトンボは 昆虫が出現した最初の頃の昆虫だって考えています。その理由は何かというと、トンボは他の昆虫のように羽をピタッと体につけて畳むことができないからっていうんですね。確かにトンボはいつも羽を広げているか、あるいはあイトトンボの場合は羽をまあ蝶のように背中 でピタッとこう閉じるわけですけれどもカブトムシのように体にピタッとくっつけて、えー、休ませる折りたたむというかそういうことをしないわけですね進化論を信じている人たちはこれは昆虫になりたてだったからそれができなかったんださらに進化すればその羽を体にピタッとつけてたたむといったいでしょうかね それができるようになってきたんだそのように考えたわけですねもしトンボが本当に原始的ならばあまり素晴らしい技術を持っていないはずですよねでは、えー、トンボについてちょっと考えていきたいと思いますけれどもトンボは大きく分けて二種類あります普通のトンボともう一つは糸ト,トンボの仲間ですねトンボは英語では ドラゴンフライといいますドラゴンというのは竜のことですよねでイギリスとかアメリカではこのドラゴンフライというのにそのトンボに対してはあまりいいイメージを持っていません。それはなぜかというと、えー、聖書の中で竜が出てくるとそれはサタンに例えられていたりするからですねまた、えー、トンボを悪魔の使いだとかですねそのように えー、全く誤解から嫌がられているそれのようなところもあるわけですけれどもでもう一つ「糸とんぼ」ですけれどもこれはダムゼルフライっていう,ふうに呼びますこの「ダムゼル」っていうのはどういう意味かというと乙女っていう意味ですねこの右側の写真を見ていただきたいと思いますけれども糸とんぼの姿を見ていかがでしょうか腹部は、まあ 糸のようにシュッと糸がまっすぐ伸びているようで細くですねまるで可憐な乙女のように見えるそこからこのようにダムゼルフライというふうに呼ばれるようになったんではないかと思いますけれどもでこの糸トンボとんぼととんぼの違いは何かっていうと一つはその腹部の太さですね。糸トンボの方は 腹部が細いわけですそれからもう一つは腹眼の部分なんですけれども糸ト,トンボの目は腹眼は小さいですけれどもトンボの腹眼は頭のまあかなりの部分を覆っているわけですね。でこのトンボの目の方なんですけれども多いものでは5万ほどの えー副,まあ、副眼の中に5万ほどのレンズが入っています。えー、ということはですよこの5万の目で、えー、周囲を眺めているわけですね。でどれぐらいの範囲が見えるかというと約270度同時に見ることができますこの副眼が後ろの方にまでき、えー、まあ、後ろ の方といっても全完全に後ろではありませんけれども後ろの方にまで、えー、ついているので二百七十度の視野の広さを、えー、見,るわけ見ることができるわけですね私たちは、まあ、見ることができるのは本当に何十度っていう角度ですね私が見えるのはちょうどこん,こんな感じですまっすぐ正面を向いてて見えるのはこれぐらいですねで こら辺だと物の動きははかります。す。ででも色は見えないです人の視野は視覚にはいくつかの部分があって動きだけを感じ取れる部分と色と動きとかまあいくつかに分かれているんですけれどもそれにしても普通に私たちが見える範囲っていうのは色のついて見える範囲ですねだいたい120度ぐらいでしょうかね。 でトンボの場合は270度ですからもうほとんど、えー、全体が見えると言っても過言ではないと思いますね。ですからトンボを捕まえようとしてサッと手を出すとすぐトンボは逃げていってしまうわけですけれども以前あ,のある研究者ですねアメリカの研究者が、えー、トンボを取ろうとしても取れないので最後に ライフルを持ち出してライフルでトンボを撃ったらまあ粉々に飛び散ってしまったっていうちょっと笑うに笑えないえ話がありましたけれども欧米人にとってはトンボを捕らえるのっていうのは至難の技みたいですねでも皆さんはトンボを捕まえたことがあるのではないでしょうかねぐる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 こう手を回してパッと捕まえると えー、結構な高い確率で捕まえることができますこの手を回すと、えー、何が起こるかっていうと、えー、皆さんご存知のようにトンボが目を回すわけですけれどもでそれはあのどの角度かやっても結構いい確率でトンボを捕まえることができますね。それは副眼ので、まあ 何万個かのレンズに皆さんの手が同じ動きとして映ってくるからですねそれからもう一つトンボは飛ぶ時のスイッチを持っているということを皆さんご存知でしょうかスイッチっていっても私たちが電気に明かりをつけるようなスイッチとはちょっと違いますけれどもトンボは、えー、例えば草に止まっていたりしますよね。その時は 羽を羽ばたかせることがないですよね。でも飛び立った瞬間あるいは足が離れた瞬間にトンボは羽ばたきをします。実はこの足の部分、足が何かに捕まっているかそうでないかがトンボが飛ぶ時のスイッチのようになっているっていうことが分かってきています。ではここで。 この写真を見ていただきたいと思いますけれども、これはトンボの幼虫の写真ですね。ヤゴと呼ばれます。で、このトンボなんですけれども不完全変態の昆虫です。不完全変態って皆さん覚えているでしょうか。完全変態っていうのは卵から卵が孵化して幼虫になって、その後蛹になって、それから成虫になる。 こういう昆虫を、まあ、完全変態というふうに言うわけですけれども不完全変態っていうのはがないんですね卵からかえって幼虫になって幼虫から直接成虫になるこういうのをでこのトンボの屋号は、えーまあ、幼虫ですね。トンボの幼虫は 不完全変態のまあ、虫だっていうことを覚えておいていただければと思いますで、このヤゴの特徴の一つはですね枝のようなものをお腹の中に持っているということですね昆虫は空気を直接吸って吐いているわけですけれどもこのヤゴの場合は水を吸って水の中に含まれている酸素を 取り出して、そして、吐いているっていうことですね。で、枝呼吸をするっていうのは。変わった特徴だ。っていうことを言えるのではないかと思いますね。また。素早く逃げようとするときに。体内に蓄えてある水を一気に放出することによって。ジェット水流といったいでしょうかね。ジェットのように、水をシュッて吹き出して、それでパッと逃げる。 そのでこ,この写真はギンヤンマというトンボのヤゴですけれどもそのヤゴの種類によってですね体の細いもの太いもの足の長さの長いもの長くないものなどいろいろあります。でこのヤゴが小さい時は食べるものはボウフラとか。 ミジンコなんか小さい生物ですね。そして。ヤゴが大きくなってくると、小魚とか。おたまじゃくし、まあ、メダカみたいなのとか。小さなおたまじゃくしみたいなのとか。そういうのも食べるようになるわけです。それでは。トンボの幼虫であるヤゴは。どれぐらいの期間。水中で生活するんでしょうか。例えば。 この右上の写真ですけれども、これは薄スバキトンボなんですけれども、これの幼虫は一ヶ月足らずですね、野後として水中で生活するのがわずか一ヶ月足らずです。それに対してオニ,オニヤンマなどは約五年間水中で野後として生活して、そしてそれから出てきて、 オニヤンマとして陸,、まあ、陸上で生活するわけですね。でこのようにどれぐらい矢後で過ごすかっていうのはトンボによって、えー、センサ万別です今日のタイトルは「トンボの技術」ということでしたけれども多くの研究者たちがトンボを研究しています。それはなぜかっていうとトンボに見られる素晴らしさを知っているからですね。 古くはこのトンボの飛び方をヒントにヘリコプターが作られていますトンボは四枚の羽をそれぞれバラバラに動かすことができるんですね特に、えー、イトトンボの仲間はヘリコプターのような飛び方をすることができますまあヘリコプターのような飛び方といってもぐる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 回転させ続けることはできないんですけれどもちょうど 4枚の羽がこうなっているとしたらちょうど上から見るとこうクイックイッっていうような感じですねこういうふうにやりながらトンボは糸ト,トンボですねの仲間は飛んでいることができます。でそれをヒントにしてヘリコプターが作られたっていうことですね。でトンボは前に飛ぶこともできます。だいたい時速速キロぐらいの速さでで飛ぶこともできますます えー、ホバリングですね空中に停止していることもできますまた後ろに飛ぶことができるのも最近少しずつ分かってきましたそんなに長い距離ではないですけれどもちょっと後ろにバックすることもできるっていうことが分かってきましたまたトンボの種類によっては何千キロも飛ぶトンボがいます、まあ、渡りトンボといった愛でしょうかね海の上を飛んできてそして 目的の地で過ごすっていうことですねトンボが飛ぶ時の仕組みなんですけれども皆さんはトンボの羽を見てみたことがあるでしょうかそれはどのような形でしょうか薄っぺらい膜のような羽ですよねその薄っぺらの 膜のような羽ですけれどもそれはガチャガチャしているでしょうかそれともつるっとしているでしょうかガチャガチャしているんですよね皆さんどうですか皆さんが飛行機を設計するとしてでその飛行機の羽は薄くてガチャガチャしているそういうような飛行機を作りたいと思いますか多分そういう人はあまりいないのではないかと思いますね このトンボの羽なんですけれども、厚さが千分の三ミリです。どれだけ薄いかっていうことがわかりますよね。で、多くのトンボの羽は透明ですし。また、そのトンボの羽には、死脈と呼ばれる部分ですね。が、通っているわけです。 トンボはこの脂脈に体液を送り込むことによってどれだけその羽をピンとさせるかとかいろいろ調整しているわけですね。でこの羽の形を少し変えてですね、えー、前に飛ぶ時後ろに飛ぶ時またホバリングする時、えー、羽の形によってもまた飛び方によっても調整しているということが分かっています。でこの 千分の三ミリという厚さの羽でよく、えー、トンボは飛んでいられるなって不思議に思いませんか千分の三ミリという厚さですから皆さんがその羽を折ろうと思えば簡単に折れてしまうそういう脆い羽ですよねでもそういう羽でしかもガチャガチャとしているギザギザのまあまあ 凹凸のある羽ですけれどもそれでどうやって飛ぶことができるのか不思議に思いませんかこの絵を見ていただきたいんですけれどもこの絵はトンボの羽のののの羽断面図とその周りを流流れれる空気の流れの絵です下の写真はもちろんトンボですけれどもこのトンボの羽の断面図はこのようにガチャガチャしているまあデコボコしていると言ったらいいでしょうかね。 このような凸凹した羽でどうやってきちんと飛ぶことができるのか私は非常に不思議に思うんですけれどもある科学者がこれを研究してその結果この上の部分のこう凸凹のところで渦がが発生ししてていることが分かってきましたその空気の渦が、えー、羽の上を流れていくわけですね。でそれによって トンボの羽の形は変わらないですけれどもその渦ができることによってちょうど、えー、鳥の翼のような形に空気が流れるということが分かりましたあるいは飛行機の形と言ってもいいと思いますけれどもこの渦ができることによってその渦の上をですね空気が流れていくわけですね東京文理大学の 小畑明教授という方がこのトンボの羽にヒントを得てですねマイクロエコ風車っていうのを発明しましたこのトンボの羽のギザギザをうまく取り入れてですねペットボトルでですねペットボトルにの羽の部分あの風車の羽の部分にギザギザをつけてそしてそれを風に当てたところ簡単に 弱い風でも簡単にその風車が回ったわけですねでそれでモーターを回すことによって電気をつけるっていうことが、まあ、そういう実験が展示されていたりします。でこのマイクロエコ風車なんですけれども実際にどれぐらいの風の強さで回るのかっていうと秒速3 0トルです。 秒速三十センチメートルというと一秒の間にだいたい30センチですね移動するぐらいの風です1どうでしょうか非常にゆっくりの風だというのが分かると思うんですね先日私はあの新潟県に行ってきたんですけれども新潟県の柴田市というところで、えー、大きな風車を見ましたちょうどこの写真の左側にあるようなのですね ちょうど、えー、発電ののための風車による発電のための実験をしていたわけですけれどもこの風車は高い、まあ、非常に、まあ、1 0ル以上ですね2 0ルぐらいあるでしょうかね高い風車でそして強いいい風が吹かなななと回らないようなものですで日本はそんなに強い風の吹くところっていうのは少ないわけですね。あるいは 吹いたり止まったりだと安定した発電ができないわけですよねですから日本っていうのはあまりこういう風車の発電に向いていないのではないかと思われています私が以前アメリカのサンフランシスコの方に住んでいたときですねサンフランシスコの南の方に、えー、まあ、丘陵地帯があってその丘陵地帯に何百という風車が建てられていました でそれは風風車によって、まあ、風力発電をすするためですね。そこでは非常に強い風がほとんどいつもと言っていいぐらい吹いているので、えー、その風車をいつも回しておくことができるわけですね。それによって電力の安定供給ができるわけですけれども日本ではそれは難しいと言えます。もし、 風力発電をまこういうので風力発電をしようと思って風車を立てたとしても強い風が吹かないので、お金の無駄遣いっていうことになってしまうわけです。そこにえー朗報として現れたのが、先ほどのマイクロエコ風車ですね。非常に弱い風でもプロペラが回るということです。逆に。 弱い風の方が弱い風でも強い風でもですね、その風車はえ回ることができると言ってもいいかもしれないです。ペットボトルのように柔らかい材質でできていますので、強い風が吹くとどうなるかっていうと、その羽の部分が曲がるわけですね。それで空気を受け流すことができます。トンボの羽は 実ははそののようなな構造になっているわけででですね強風の中でもトンボは飛ぶことができますそれは強い風の時は羽がまあ柔らかくしなってですね空気を受け流すことができるからですね。そういうわけでトンボはこのギザギザの羽によってスムーズに飛ぶことができるっていうことが分かりました。 ちなみに飛行機の翼と比較してみますと、このようになります。上がトンボの羽とその空気の流れですね。で下が飛行機の翼です。で飛行機の翼の断面図ですね、主翼の断面図ですけれども、空気の流れはだいたい同じようになります。で飛行機の場合、問題は何かというと、速い速度で飛んでいないと、 飛び続けることができないということですねスピードが遅くなると失速して墜落してしまうわけですそれに対してトンボの羽の場合は強い風にはそんなには適してないけれどもでも弱い風でも飛ぶことができるわけですねもちろん台風の中でもトンボは飛ぶことができるわけですけれども弱い風の方が威力を発揮するといったらいいでしょうかね そういうわけで、えー、人は強い風でなければ飛べないような飛行機を発明しましたけれども創造主はもっとすごい、えー、弱い風でも飛ぶことのできる、えー、技術というものを持っていたわけですね。そういうわけで創造主の技術を考えるときに人の想像をはるかに超えているなっていうふうに思うんですね。最初に トンボは原始的な動物だと進化論者たちが考えているという話をしましたその理由は何かというとカブトムシのように羽をピタッと胴体にくっつけることができないからだということをお話ししましたでもトンボにはカブトムシにはない技術があります四枚の羽を自由に動かすことができますイトトンボの場合は ヘリコプターのような動きをすることさえできます先ほどの尾端明教授のようにトンボの羽を手本として人は技術開発をしているわけですねあるいは糸ト,トンボの飛び方を通してヘリコプターの飛び方を研究したわけですこれらが原始的だとどうして言えるでしょうか聖書は創造主の知恵で作られた傑作だと言っているわけですね ここで進化論と創造論の違いについて少し考えてみたいと思います多くの人は進化論は科学だと思っていますでも本当に科学なんでしょうかここで科学について少し考察してみたいと思いますけれども多くの人は科学っていうのは実験科学と呼ばれる分野を指して言います この絵を見ていただきたいと思いますけれども実験科学っていうのは何かっていうと、えー、実際に確かめることができます実験を繰り返すことができます同じ実験結果を得ることができますでこれは何回やっても同じ結果を出すことが条件が同じならですね同じ結果を出すことができるわけです。 例えば実験科学によって地球が丸いのかそれとも地球が平らなのかを調べることができるでしょうかおそらく地球が平らだと信じている人は誰もいないと思いますけれどもかつてギリシャ哲学を信じていた人たちはですね、地球が平らだと信じている人がいましたではどのようにして地球が丸いか 平らかを実験することができるでしょうか？簡単なのはちょっと飛行機に乗ってみる。見てみるならば、えー、地平線がですね。少し休憩になっているのが見えます。もっと簡単な方法は何かというと宇宙に飛び出すことですね。まあ、私たちにはなかなかできないですけれども、も、えー、国では？色々な宇宙計画がありますね。 でそういうい宇宙船にカメラを積んで宇宙から地球の写真を撮ることですねそうすると地球が丸いのがよく分かります。で何回同じように実験をしても丸い,地球しか写丸い地球の写真しか撮れないわけですよね。そうすると地球は丸いっていうことを証明することができるわけです。このように 繰り返し観察したり実験したりそしてそれによって正しいか誤っているかを判断することができるこれが実験科学ですねで、これは実際に人の役に立つ科学ですもう一つの科学がありますそれは何かというと歴史科学と分類することができる分野ですねこれは 過去に何が起こったかっていうことを科科学学的に考察すするっていう分野の科学ですその中に含まれるのは論論と進化論ですでこの創造論と進化論っていうのは純粋に科学に基づいているかその実験科学に基づいているかっていうと全く実験科学には基づいていないんですね。 私たちが発見する様々な証拠例えばいろんな動物がいることとか化石があることとかそう,そういう証拠を持ってきてじゃあこれはなぜこんなにたくさんの動物がいるのかバラエティに富んでいるのかあるいはこの化石はどのようにしていつごろできたのかそれを推測する分野ですね。で 創造論と進化論の違いですけれども創造論は聖書に基づいてそれを推測しますそれに対して進化論は無神論という考えに基づいてそれを推測するわけですね無神論というのは創造主はいないという考え方です創造主がいないという前提でなぜこんなにたくさんの動物がいるんだろうかあるいは なぜこのような化石はできたんだろうか。それを考えるのが進化論の立場ですね。それに対して創造論の立場は、聖書にこうこうこういうことが書いてある。例えば聖書の中にノアの洪水が起こったと書いてある。そのノアの洪水は地球全体を覆った洪水だっていうことが書かれている。で、その時にさまざまな地殻変動が起こったことが予想される。で、その時にたくさんの土砂が まあ、水の中に沈殿してですねそれで世界中に地層ができたそのように想像論ででは考えるわけです進化論ではどうかというといやいやそうではないんだ進化論というのは進化論の立場で地層っていうのは海底に、えー、いろいろな地理が集まってきてですねそれが 何百年も何千年も何万年もかけながら少しずつ少しずつ積もってそれが地層になったんだそのような考え方をするわけですねじゃあ実際にそれを実験してみることができるでしょうかノアの洪水は二度と繰り返せない出来事ですね似たようなことはすることができます例えばさまざまな 地震とか津波とかあるいは洪水とか起こっていますからそういうので短期間で地層ができるっていうことはありますでも、えー、実際にノアの洪水そのものを実験することはできないわけですねですから聖書に基づいてまた小さい津波とか洪水とかに基づいて、えー、こうだったんだろうノアの洪水の時にこういうことが起こったんだろう 推測するのが創造論のが論立場ですそれに対して進化論の立場は、えー、創造主はいないという土台に立っていますから化石とかあるいはさまざまな動物がいるということを偶然に自然にそういうものが出現してきたという方法を考えるわけですね。化石っていうののは何億年前の 動物あるいは何千万年も前の動物の死骸であるでそれぞれの進化の進化してきた時代に現れて消えていったものであるそのような考え方をするわけですね。じゃあその進化論を信じている人たち例えば化石が何億年前のものだっていう化石ですね誰かそれを見たことがあるのであればその何億年前に生きていて その化石が何億年前のものだっていうのを見たことのある人がいればその何億年っていう数字は正しいわけですけれどもでも誰も見たことがないわずか150年前にですねダーウィンが「種の起源」という本を発売してですねそしてそれによって進化という考え方が 定着してきたわけです。けれども、誰も見たことのない証拠のないことに基づいているっていうことですね。進化論っていうのはこの絵を見ていただくとわかります。けれども、ちょうどこの恐竜の骨を見て、この恐竜はどういうふうにしてえ、診断だろうか。互いに殺し合って、それで診断んんではないかと推測しているようなものですね。えー 何が起こったかを本当にはわからないでも想像してこういうことが起こったんだろうって決めているのが進化論ですね聖書の第一コリントの1章19節から21節にこうありますそれはこう書いてあるからです私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを虚しくする知者はどこにいるのですか 学者はどこにいるのですかこの世の議論家はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのですそれゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです ここでは何が語られているでしょうか私は知恵ある者の知恵を滅ぼしというふうにやります賢い者の賢さを虚しくするとあります多くの進化論を信じている人たちは自分たちは知恵があると考えていますそして進化っていうのは実際に起こったんだと信じているわけですねしかも進化論は科学だと信じています 確かに歴史科学ということは言えるかもしれませんでも進化論は人の人の推測の上に成り立っているわけですねまず創造主はいないという土台に成り立っていますですから全ての動物も今日の地球も宇宙も偶然に自然に出現したそれ以外は考えられないわけですね そういう考え方に対して聖書は愚かだというふうに言っています逆に進化論の立場に立って考えるなはですね進化論は絶対正しいと考える立場から考えると創造主がおられるっていうのは愚かな考え方というふうになりますですから日本ではもし皆さんが創造を信じていると友人たちに話すならば もしかしたらお前は何でそんなバカなことを信じているんだこの科学の時代にそんなことあるわけないだろうそう言われるかもしれません。それは進化論を教えられたために進化論は科学であって絶対正しいと思っているために、えー、想像されたという視点がバカげて見えるからですね。逆に 聖書を知っていてこの世界が創造されたということを知っているならばこの世界が偶然にできたと教えることは馬鹿げたことに見えるわけですね前回アンリ・ファーブルの話をしましたファーブルはダーウィンと同じ時代に生きていた人ですダーウィンは推測によって無神論によって進化論という考え方を 提唱しましたでもファーブルから見たらそれは愚かな考えに見えたんですね今日では立場が逆になって進化論の方が正しいと思っている日本人はたくさんいますそして創造されたという考えをバカにするあるいは愚かな考えだと思うわけですね ここの19節で言われている。私は知恵のある知恵ある者の,の知恵を滅ぼし、賢い者の,の賢さを虚しくするっていうのはそういうことです。聖書の真実を知っているならば、この世界が創造されたことを知っているならば、創造主の目には創造主はいない。っていうことは愚かなことです。この世界が偶然にできてきたというのは愚かなことです。真実を知っている人から見れば。 何がが誤りかが分かりかかます21節では「事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです」こうあります。人がもし神はいないという立場に基づいてこの世界を考えようとするならば進化論しか出てこないわけですね。でそうするならばそれを信じるならば逆に 神はいないとしか思えなくなってくるわけです創造主はいないとしか思えなくなってくるわけですね聖書は創造主を知る唯一の方法は何かというと聖書の言葉だということを教えています神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通してこの宣教の言葉の愚かさっていうのは進化論を信じている人 創造主はいないと信じている人から見るならば創造主はいると教えている聖書の言葉は愚かな言葉に見えますでもその愚かな言葉を通して創造主は信じる人を救おうとされているわけですね今日は、えー、トンボの話の後に科学とは何か進化論と創造論の違いは何かっていうことを含めて話をしました トンボの素晴らしさを見るときこれは進化したのではなく想像されたのだそう理解することができます皆さんもさまざまな昆虫を見るときにです、ね、これら一つ一つが創造主の御手の技であるということをぜひ考えながら、えー、虫を観察してください